はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はロゴの作り方を紹介していきたいと思います。和風のロゴですね。漢字をねベースにした和風ロゴを作っていきたいと思います。これね、ちょっとこの前寺子屋でね習字したんですよ。みんな先生集まって習字をしたんですけど、結構ねいい感じに描けたの。これとかも、これね他の先生が描いてくれたんですけど、可愛くないですか。この習字で描いたあの線をですねパス化して、でそれをロゴにするっていうのをですね今日はやっていきたいと思います。これねアミティ先生実はですね本名がアーミーというんですけど、漢字が綾に水ですね。で反対から読むと水彩ってね読んだりするんですけれども、はい、結構芸術的な名前をしておりまして、今日はここのですね綾を取って、この綾ロゴを作っていきたいと思います。でアミティ先生ね、最近ちょっと京都でまた新しく始めたいなって思うことができて、それをね今頑張ってるんですけど、まあその京都っぽい和風っぽいロゴ作りということで、みんなにもね参考になるかなと思いますので、Adobe のイラストレーター iPad 版を使って今日はロゴ化していきたいと思います。じゃあですね、この中からちょっと1個か2個ねいい感じのやつを選んでいきたいと思います。そのブランドとかね、そのお店の雰囲気に合わせてこういい感じのロゴをねピックアップしていく必要があるんですけど、ちょっと私のお気に入りがこれかな。これ良くない？これ私が書いたんじゃないけど、キッズの先生が書いてくれました。これの達筆な感じと、あとこれちょっとデザイン系ですね。こういう遊び心のある感じ。ちょっとこの2つでね、やっていきたいと思います。まずこの iPad のカメラアプリを立ち上げます。まずはこれ、写真撮るだけです。ちょっと撮りますね。こう真上からいい感じで。もうね、ちょっとガビガビでも全然大丈夫。もう分かれば OK。よいしょ。OK。こっちしようか。他のものが入っても大丈夫。できるだけ水平で。よし。で、これをカットします。カット。トリミングです。で、こっからイラストレーターに行きます。イラストレーター iPad 版を立ち上げて、まず新規作成押します。で、何でもいいのでキャンバス立ち上げます。今回は 800×600 ぐらいでいきましょうか。これで作成します。はい。で、次ここ、写真のところからさっき撮った写真を読み込んでいきます。じゃあ最初、この達筆の方からいきましょうか。こんな感じで配置します。で、こうしたらですね、ベクター化っていうのをするんですけど、そのベクター化がここの左下のこのベクターボタン、もしくは、この中にもあります。ここですね。オブジェクトボタンの中のベクター化っていうのがあります。これをもうタッチするだけ。はい。すごくないですか？見えました。もうこれパス化されてます。ベクター化されてます。で、ここでですね、ちょっと細かい調整をしていきます。例えばこの敷地はアップすると、ちょっと太くなりますね。100にすると真っ黒になりますね。まあ、どれくらいこう読み取りますかみたいな感じですね。で、パス。このパスはちょっと難しいんですけど、点々の数です。後からわかるんですけど、点々がね、こう、うわーっていっぱい出てくるんですけど、その点々をたくさん打つか、少なく打つかっていう設定です。できるだけ少ない方がいいんです。少ない方が綺麗な線になるんですけれども、少なすぎても、いまいちなんです。なので、いい感じの中間ぐらいをですね、見極めないといけないんですけど、だいたい50ぐらいがいいかなと思います。で、コーナーは、ここが今ボコボコですね。ボコボコなのが小さくすると、こうシューンと滑らかな感じになりますね。なので、この筆のこのガタガタ感をちょっと残したいと、リアルな筆感を残したいんだったらコーナーを上げた方がいいです。もうちょっとなんかデザイン寄りというか、つるんとした感じにしたかったら、コーナーは下げた方がいいと思います。で、ノイズもちょっとよくわかんないですね。ノイズは、まあ半分ぐらいでいいでしょう。で、方式はですね、こっちにしておいてください。こっちです。こっちにすると、このね、隙間が埋まります。ちょっとこっちにしますね。そうするとここが埋まります。この隙間埋めますか？埋めませんか？ボタンですね。で、ホワイトを無視。これもチェック入れといてください。で、ベクター化を実行を押します。はい。そうするとですね、今これ、ベクターになりました。どうやったらわかるかっていうと、ここのアンカーポイントツールっていうのがあるんですけど、ここを押すとですね、さっき言った点々っていうのがすっごいたくさん打たれてます。点々ね。で、
これをですね、こうやってスライドして選択すると、こうやって後からこの形をですね、動かすことができます。ここに色のボタンがあるので、これで後からね、こんな感じで色を簡単に変えることができます。もうワンポチですよ。さっきのベクター化ってやつを押すだけで、こっからちょっと細かい微調整をしていきます。どうするかっていうと、このアンカーポイントツールっていうので、例えばちょっとこうガビガビすぎるなっていうところがあるんですよ。例えばここね、ここまでやらなくていいと。こことかもちょっとビチビチになってるじゃないですか。これをいらないので取っていきたいと思います。これね、アンカーポイントっていうのがここ打たれてるんです。2個打たれてますね。これいらないんですよ。いらないのでタッチして、ここのバツボタン、バツで消えます。バツ、今滑らかになったの分かりますかね。こう点々がたくさんあるとちょっとガタガタになってくるんですよ。なるべく点々少ない状態で形を整えたい。でその時にこのコーナーツールじゃないな、バンドル、これバンドルですね。バンドルを調整すると、こういかようにも形が変えられるっていう感じです。ちょっとここを押すと、とんがりが丸くなる。とんがりが丸くなります。はい、この辺とかもいらないですね。ちょっと波打ちすぎなので、波打ちすぎな時は、こうやって、こうやって、こうやって、こうやると。ガタガタすぎるとやっぱちょっとロゴになった時に正直扱いにくかったりするので、例えばちっちゃいパッケージになったとするじゃない。そしたらガビガビはさ、ちょっとちっちゃくなっちゃうんです。できるだけつるんとした方がいいんだけど、つるんとしすぎてしまったら、やっぱり漢字っぽいちょっとこう達筆感とかなくなっちゃうから、できるだけつるんとするんだけれども、ちょっと筆感でこことかちょっと細すぎる、もうちょっとこう太いブンって払いにしたい時は、ここをちょっとこうブンってするちょっと筆で書いた時はちょっと細くしすぎたって思っても、こうさ、いられに行ったら意外とこうね、ちょっと調整できちゃったりするから、筆で書く時は修正ありきで若干考えてる。で、大きさ調整するときは、ここね、このタッチショートカットっていうのが丸いのがあるんですけど、ここ押さないと縦横比がこんな感じで崩れちゃうので、必ず押しながら変形ね。じゃあもう一個いきます。ここのレイヤーのところを見たらグループっていうのがあって、ここでこう一個ずつのパスをまた選択することができるので、まあこれでね、ちょっと動かしたりとかもできます。ちょっとまた調整していきます。こことかね、もうこういうなんかヒゲっぽいのなしでいきます。でこことかちょっと潰れてるから復活させたいよね。こうやってこの点々を持って、でこれをギューッとこっち持っていく。そうするとこんな感じで復活します。で、こっからちょっと飾りをつけていきたいと思います。で、飾りをつける前に、このロゴ、今グループになってるんですけど、グループね。これを複合パスっていうのにしていきます。ここ結構大事で、このオブジェクトのところをタッチして、複合パスを作成っていうのを押してください。そうすると、グループっていうのはこのシェイプがバラバラになってるやつを、とりあえずこう紐でくくってグループにしてるって感じなんですけど、複合パスっていうのはもうガチッと、もうバラバラ全部統合みたいな感じですね。グループは紐でくくってる感じ、複合パスは統合でございますね。これを覚えてください。なので複合パスにこっちもしましょう。複合パスを作成で飾りを作っていきます。飾り作るとき丸でいきましょう。丸で一回丸書きます。で線と塗り、ここで切り替えます。で線にした状態でここをちょっと太くしましょう。でこれをですね、複製してちょっとお花みたいな感じでこうね、作っていきたいんですけど、こう手動でやると結構大変なのでちょっと戻りますね。でリピートグリッドっていうのを使います。リピートをしてラジアルですね、ごめんなさい、リピートラジアルを使います。これをポチッと押します。はい、そうするとこんな感じでお花になるんですね。これちょっと一個消します。はい、でこのリピートラジアルはここをね、こうくるくるすると、丸の数を調整できるんですよ。なのでまあ5個でも4つでもいいですし、4つにしようかな今回は。でこの丸いとこですね、ここをこうやってやるとこう重なっていきます。
OK ってなったら分割拡張ですね、このオブジェクトツールの分割拡張でグループ解除っていうところまでします。そうするとこう一個一個離れた状態になって簡単に綺麗なお花柄ができるんですけど、こう真ん中の線ねぐちゃぐちゃなってるとこれいらないので消したいと思います。消すとき全部選択、シェイプを結合で、シェイプ形成っていうのが一番上のやつです。ここのやつ、これタッチできます。でこれ何かっていうと、シュッてやるとこう線が消えるんですよ。すごくない？シュッシュッシュッ、はい、ちょっとこう家紋みたいな感じになりましたね。シュッ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 と、はい、でも今日はこれ全部いらないので消します。でこれをこんな感じで入れて入れて、あーもうちょっと丸っぽい方が良かったな。あーもうちょっと丸っぽいお花が良かったな。こんな感じでいいんじゃない。これグループ化しましょう。全部選択グループ、このグループボタンで下にちょっと英語でも入れてみます。どうかな。まあいいんじゃないですかね。ちょっと可愛い感じのあやのロゴということで、これ1個目ですね。達筆の方ですね。もうこれはさ、これだけでも全然いいよね。ちょっと色つけたいとか、そういう時どうするかっていうのをやりますね。色つける時はこっから、普通にこうやってね、色をこうやってつけてもいいですし、グラデーションっていうのもあります。グラデーションで、これは何かっていうと、こんな感じで線が出てきたりとか、あとはこの円形グラデーションっていうのもあるから、ちょっとこうグラフィカルな感じにしたいときはこれでおしゃれにしてもいいかもね。こういう感じで、この文字の中に画像を埋め込むっていうこともできるんですよ。この暑中見舞いのあのやつを書いたんですけど、これをこの中に入れます。入れるときはこれをキュッとこうやって入れます。これをですね、今画像ここにあります、これを複合パスのあやの下に持っていく。これ複数選択します。このタッチショートカット押しながらタッチタッチして、2つ選択されてる状態でオブジェクトのクリッピングマスクを作成。こっち、はい、あやの中に画像が入りました。でこれスイカ、後ろのスイカをこう入れたい。こうするとちょっとおしゃれじゃないですか。スイカのあやの完成でございます。どう？ちょっとこういうポスターだったりとか、なんだろうな、バナーとか、まあそういうちょっと夏っぽい感じのバナーを作りたい時とかはこういう感じでやってもいいですね。普通のロゴを作りたい時はもう黒でやった方がいいと思うんですけど、なんかこういう違うデザインに反映させたい時はこういうちょっと中にね、色とかつけると結構いい感じになるのでやってみてください。楽しいでしょ？もうね、こう習字書いてさ、写真読み込んでさ、そしたらもうこんなおしゃれなのができるんですよ。これね、今までパソコンでしかできなかったんですけど、iPad でもできるようになったということで、これ習字でやりましたけど、普通のペン画、線画とかでもいいんですよ。イラストとかでもいいから、ぜひね、こういうのやっていただければいいかなと思います。はい、ということで、アミディ先生、京都でちょっと新しいやりたいことを、こねこねと頑張ってやっておりますので、この前ね、寺子屋、 iPad メイトの寺子屋に外国人の方がですね、観光に来てくれたんですよ。でそこでちょっとこういう和風の絵手紙の作り方みたいなのを教えて、すっごい喜んでくれてですね、わらび餅を食べながらiPad クリエイティブをして、日本の伝統にちょっと触れてもらうっていうような感じでやったんですけど、まあそういうのもちょっとこれからやっていきたいなとか思いつつ、なんかいろいろ考えておりますので、ぜひアミディ先生の動向をチェックしていただけると嬉しいです。ツイッターとかインスタとかだったらかなり早くね、チェックできると思いますので、はい、概要欄のところにリンク貼っておきますのでお願いします。はい、ということで今日の動画役に立ったらいいねボタンお願いします。ではでは、バイバーイ。